こんにちは、特急便です。2023年11月29日午後3時55分になりました。これから出発します。受け取るときに注文者様がドアを開けずに手だけ出す人いますね。確かにね、昔は多かったんですよ。今はあの置き配があるんで置いといてくださいが多いんですけどもね、昔は置き配がなかったんで手で取らなければいけませんでしたね。で、芸能人の方とかね、顔見せするとダメだっていうことで、ね、あと神経質な方ですね、あのヒュッと貞子みたいにこうやって出して腕だけでチュッ取りますね。で、最初抵抗がありましたけど僕はもう慣れました。それからイケメンでないとやっぱりバッともらえますかね。まあ僕はまあかなりイケてる方なんで、あんまり経験ないですけどね。やっぱりね、お客様の方に行って本当は対面渡しなのに、すいません、置いといてくださいって、最初はショック受けますよね。ただ、いろんな意味でそういうことされてる方いますから、病気かもしれないしね、ちょっとだけちょっと神経質な方かもしれませんから、そこまで神経質にならなくても大丈夫だと思います。それから自転車の方で15キロとかね、ある方がおられるそうで、15キロで設定されてるとなると、かなり僕の言うスピード係数が速いですね。1時間以内に15キロ終わらせることができないと入ってこないはずですからね。自転車で走ってる分には20キロぐらい走ってますから全然余裕じゃんと思うじゃないですか。信号待ちとかピックドロップ、地図見る時間とか、まあトラブルの時電話かける時間とか全部入って平均で15キロですからね、かなり速い方だと思います。まあそういうの受けなければいいですけどね、どうしてもね連続してると受けちゃいますからね。あと家ですね、家ずいぶん立派に見えるんですけど話なんですけども、まあ値段の割には良かったかな。評価額が500何十万だったかな、ちょっと うろ覚えですけども。で、今北九州市が日本で一番人口減少率が低い、減少率が高いのか、どんどん人口が減ってる町なんですよ。で、家が余っていて結構いいお家でも安く売られてるんです。で、今探すとあんまり安い物件ないですけども、私ちょっと困った時に探した時期がちょうどコロナの最中で、一番物件の売買が行われていない時期で、とても安く買いました。それから住むなら北九州っていう住まい給付金みたいな補助金がね、北九州市にありまして、それを利用させていただいて、少し補助をいただいて安く買いました。ですので、現在今僕が買おうと思っても、前買った値段じゃ買えないとは思います。それからもうみんな北九州市に飽きたんで、お父さん次どっかまた引っ越しようよって言われてるんですよ。ただ次買うお金がなくて、今一生懸命働いてます。内職とかウーバーとか頑張っています。それからですね、それからが多いんですけども、1ヶ月完全にお休みしちゃった場合、データがリセットされますかって言うんですけども、リセットされると思います。真新しい履歴になりますんで、で、新たにある地点を、活動地域にしたい場合、リセットしてそこ行くっていうのもありだと思いますけども、まあそこまでしなくても、他の自分の行ける地域はもう限定しちゃって、他のところは全部受けるっていうことでやってると自然にそこの地区だけデータが残りますので、そういう方法の方がいいかもしれない。で、また、前に聞いたところだと、1ヶ月半お休みしちゃうと、データが本当に完全になくなっちゃってログインできなくなる可能性もある。その時はサポートに連絡してくださいと言われたことがあります。はい、では出発します。近畿公園です。初成で 1.3 キロマクドナルドさんに行きます。1軒目ドロップイボリです。2ドロップ目マナズルです。はい、スキアが鳴りました。行きます。476円です。3ドロップ目ちょっと登った清水でした。次入ってます。次行きます。4ドロップ目中井です。立町5軒目終了です。伊東津に戻りました。17分熟成ですけども 0.8 キロいきます。6ドロップ目清水です。8時で終わりにしました。今日から繁忙期に入りつつありますので地図を載せます。こんな感じでこじんまりとホームの伊東津だけで終わりました。乗車距離が24キロでした。
運転率は 56%。 一昨日と全く同じでした。まあ、このくらいが今の相場なのかもしれません。ではまた明日です。